S <S なんかわからないんですけどアメリカの人たちってなんかマスクつけてくださいっていうと「嫌だ!」っていう人がめちゃくちゃいるんですよね。嫌だーって ね、自分で選んでつけるのはいいんだけど誰かから言われるのが嫌なんだ俺の自由を取らないでくれみたいなことを言っている人たちが結構いらっしゃるんですよ。でそれ面白いなって思って、ね、例えば、えー、とうちの知り合いのですねあの頑固なお父さんがいるんですよアメリカ人の。でこの頑固なアメリカ人のお父さんがこの間あの。 えっと、車乗ったんですよね、一緒に。で、僕の車って、あの、トヨタの r a v 4っていうのが一台あって、そのシートベルトをつけないと、ピンピンピンって音が鳴る車ってありますよね。なんか運転しててシートベルトつけないと、ピンピンピンって鳴るやつありますよね。これがドライバーと、その、横に座る人、同じ機能がついてるんですよ。で、この頑固なお父さんが、車に入ってきて、運転してるとシートベルトつけないから、ピンピンピンって鳴ってるんですよ。ね。 お父さん、ちょっと、あの、シートベルトつけてくれないって言ったら、嫌だーって言うんですよ。嫌だ、シートベルトなんてつけないぞって。いや、でも、あなた自分の車を運転してたらシートベルトつけるって言ったら、いや、そらそうだろう、運転するとき、ねえの、車乗るときはシートベルトつけるよって。じゃあ、なんでつけないのそうやって言われるのが嫌なんだっていうのね。ね。 か自分でシートベルトを運転してるときはシートベルトつけるんだけど、車がピンピンピンって言うとシートベルトつけないぞってなっちゃう頑固な人たちがいるんですよね。で、なんかマスクも同じらしいんですよ。例えば日本でマスクをつけてくださいって言ったら、嫌だっていう人は多分1万人の中に10人ぐらいしかいないと思うんですよね。でも今アメリカで本当にマスクつけてくださいって言ったら、1万人の中で何百人が嫌だって言うんですよ。ね。 だから、そこのなんかギャップっていうのがあって、で、例えばそのなんか僕のお父さんが今、ケイマン諸島にいるんですけれども、ケイマン諸島に行こうとすると、なんか今度9月からできるのかな行こうとしたら、今、島がシャットダウンされているから、ケイマン諸島に行けないんですけれども、なんかそういう特別なビザをアプライして、で、なんか2週間以内にコロナウイルスのテストを受けて、で、コロナになってなかったら、そのビザをアプライしてることができると。で、一回、 そのビザを持ったら飛行機のチケットが変えて、ケーマン諸島に行くことができるんですよね。で、ケーマン諸島に着いたら、そこでもう一回検査を受けるんですよ。自分の熱と、その血液、なんかの審査を受けるんだよね。コロナの審査を受けるんですよ。で、トラッカーみたいなのをもらうんですよね。で、トラッカーが自分の温度とか、自分の場所をトラッキングしてくれるんですよね。で、5日間は自分のホテルの中にいてくださいとか、ホテルとか、お家の中に出ないでくださいっていう、外出禁止なんですよ。 で自分がトラックされてるんでですよねでその5日後に問題がなかったらそのコロナのテストが戻ってきてネガティブだったらもうそのトラッカーを外していいですよっていうのよ。でこの話っていうのはよく考えるとなんかみんなのためじゃん。なんかみんなを守るためにこうやって新しいなんか島に入ってくる人たちを検査するっていう話なんだけどこのような話がなんかアメリカだったら ダメよっていうすごい反対する人がいっぱいいるんだよね,ね,ね。だから本当に今アメリカで何が起きているのかっていうと、ね、なんか愛を選んでみんなのためにマスクマスクつけようよとか。 ね。そのみんなのために Black Lives Matter をやろうよっていう、そういう人たちがいっぱい増えているんですよね。なんか愛を選ぶ人たち、ピースを選ぶ人たち。で、その反対を選んでいる人たちも増えているんですね。マスクなんてつけねえぜって。みんなでコンサートやろうぜって。マスクつけないコンテスト。マジアメリカでフロリダ州でやったのは、ね。レストランオープンしますって。 で最初の200人マスクをつけてない最初の200人か100人の人には、えー、とサンドウィッチをご馳走しますっていう広告を打ってるお店とかもあるわけよね。ねだからこのような感じで、ね、こういうデモをやっている人たちそういう平和を選んでいる人たちをデモやったら全部あ悪い人だからつ軍の使ってもいいから潰しちゃおうみたいな、ね、そういう人たちが結構増えているんですよね。 でその考え方がねちょっとアメリカの例で言うとアメリカがいい中国が悪いアメリカがいい日本が悪いアメリカがいいメキシコが悪いカナダが悪いヨーロッパが悪いアメリカがベストで全部がベストなんだってそのなんかねすっごいなんかなんかすごいあの愚かなか僕は。 ちょっと愚か、なんか真実じゃない、ちょっと違うようなその考えをお持ちになっている方がいっぱい出ているんですよね。だから今日のトピックはね、僕、クライシスっていう言葉を選んでたんですけれども、本当に今このようなことが 地球上でで起きていると思うんですよねあの皆さんドイツのニュース聞きましたか先日あの土曜日ですよね土曜日に、えー、とドイツでデモがあったんですよねでニオナチの人たちもいたりでそういうなんか政府反対マスクつけないぞっていう人たちが1万人ぐらい集まってドイツでデモをやったんですよねだからこういうなんかヘイトグループっていうかこうやってそれおかしいだろうっていう人たちも結構増えてきてるんですよ だからこうやってそういう人がアメリカで増えているんだったら間違いなく世界中で増えていると思うんですよね。で特に僕が今ちょっとあの考えているのが中国でこういうのが起きてるんじゃないかなと思うんですよね。ねやっぱりこういうなんか世界を平和にするためには中国の政府の考え方ももっと愛を持っている考え方人をフェア。 Treatment Fair、ね、自由を尊敬する愛を尊敬する愛を信頼するコントロール愛が信頼できない愛が怖い恐怖が自分の世界のベースになっているから自分は恐怖という力を使って人をコントロールするそれで安全を作るっていうこの考え方を捨てていって外していって で、愛を選んで、愛を信頼する、相手を信頼する、相手の本当の存在っていうのは、ね、相手も奇跡の子っていうか、相手も愛の子なんですよね。ね、相手も神の子っていうか、宇宙の子なんですよ。本当に持ってるんですよ。で、その真実が相手にもあるっていうのが見えるようになると、本当にその相手をリフトすることができるんですよね。波動的に。 相手がこいつダメなんだなって自分の頭の中でジャッジした瞬間に引き寄せの法則とか宇宙の法則でそれがリアリティに変わってきて相手も自分は変わらない変えることができないっていう風になって相手も自分は絶対恐怖の人間なんだ永遠に自分は恐怖の人間なんだ自分は鬼なんだ永遠に私は悪い人なんだっていうのを作っちゃうんですよねでも僕がいやいやあなたは恐怖の人間じゃないよあなたは愛の存在なんだよって 許されてるよ大丈夫だよってねリスタートできるよって本当はあなたは本物の愛なんだよっていうことを知っていると相手が自分はダメなんだって思ってもそれが僕に通らないんですよねで僕の愛のエネルギーが彼の恐怖のエネルギーより強いからそうやってその何て言うのかなシンクロみたいシンクロみたいなのがその彼の頭の中彼の情報で入ってくるんですよね ね、みんなが愛が本当なんだみんなは本当の愛の人たちなんだっていうことを思った瞬間に何が起こるかっていうとこういうこういうことですよねこうやってねママたちがデモしてるんだよ女性ですよでこれを見ると警察とか軍の人たちがいやちょっとこれ違うんじゃないちょっと考え方変えた方がいいんじゃないって言ってこれがシンクロ的な感じで相手もリフトすることができるんですよね ね、だから本当にこれクリス・ボウの話なんですけれどもねこうやってねこうやってクリス・ボウがあって自分のね例えばここにね例えばここにダース・ベイラーがいるんですけれどもねねあなたはダース・ベイラーだって言うじゃないですかお前はダース・ベイラーだって永遠にダース・ベイラーなんだって。ね で、みんなダース・ベイダーを恐れているんですよ。ね。で、ダース・ベイダーは本当にうんちだって。悪なんだって。でも、ね。ベイビー・ヨーダーが出てきて、いや、実はね、ダース・ベイダーはジェイの子だったんだよ。前は愛の子だったんだよ。っていうことを、ルークに言ったんだよね。ね。ルークに言ったんだよ。で、ルークが、音、ね。ダース・ベイダーさん。 あなたは愛の子なんだっていうのを知ってるんだよって言って、ジューンジューンジューンとか言って戦ってたんやけど、ルークがお父さん愛してるよって、あなたの本当の存在を知ってるよって言ったわけよ。で、そこでダース・ベイダーを何をやったかっていうと、最後の最後のシーンで愛を選んだんだよね。で、エンペラーをやっちゃったわけよ。 で最後、こんなにみんなのダークのロード、ダークロードだってみんなが思ってたんだけど、ルークの愛が、お父さん愛してるよ、あなたは愛の存在なんだよって、チュンチュンチュン、って言った瞬間、ね、この本当のダースベイダーの心が開いて、自分は愛の存在なんだって気づけることがやって、愛の方に光の方のフォースに変わったんやな。 で最後はもうニコニコしているおじいちゃんみたいな感じであのねえ、ね、OB1 と一緒になんかさビールとか飲んでるわけじゃんなだから忘れちゃいけないのはこういう悪のような人たちがいてもダダースベイダーみたいに本当は愛のの存在なのよだから今日のテーマは何かっていうとあなたは何なのあなたは光の存在なのあなたは愛の存在なの でもし愛の存在だったらそれを選びたいんだったらちょっと選び方をちょっとねあのやり方もあるやんだけど愛を選んで,でそしたら愛をキープしないといけないんだよね。 これから自分の身の回りに分かれるチャンスが出てくる可能性が高いです。特にアメリカ、ヨーロッパ、中国、日本以外のところに住んでいると、ものすっごい、まあアメリカだったらデモが出たりとか、ヨーロッパもそうなんだけど、ものすぐ、特にイラクとかも大変だと思うよ。そういうミドルイーストも。めちゃくちゃ大変だと思うよ。この、分かれるわけよ。セパレーションっていうのは、あなたはブラック、私は白。あなたがブラックで私が白みたいな、そういうね、 あのブラックってあの皮膚の色じゃなくてダース・ベイダーの黒ね。ねでルークの光っていう意味で、あら私は光あ、あなたは暗闇っていう感じで分かれるのよ。私はマスクつけない。それが光なんだとか、ね。で、本当の光は愛だから、周りの波動がバーってなっても、自分の波動をピース、平和でいること。ね、だから、深呼吸を10回することを練習する。 だからバーチャルリアリティで自分が幸せになる場所自然の中でヤギがいてねブルーがいたりワンちゃんがいたりとかねで本当にそれが本当なんだっていうこの波動が偽物じゃなくて波動は本物ならだっ,ってキャッチできるようになるとあなたがドアに変わってくるのねあなたが入り口になるのよ。 あなたがダース・ベイダーみたいな人に会った時にあなたは愛の存在だよって本当にそれをキープできるようになるとその人の人生のシンクロが変わってくるのねあなたがその人をリフトするわけよでこうやってみんなが本当の自分のポジション自分の愛のポジションをキープすることによって今世界をリフトし始めているんだと思うんだよねって思います ケー、OK、これが今日の、ね、朝のクリストークでした。ケ、OK、ー、これが、ね、ちょっとこれだったんやけど。うううん、o、OK、ー、なんかいいね、コメントの方が盛り上がってるね。よかったよかった。<laughs>